ごきげんよう。高齢者モチベーションアップ、講演家の宮崎文隆です。高齢者のモチベーションをアップして光り輝く高齢者になろうという情報を配信しているところであります。今日は2024年の5月の28日火曜日です。今日も3冊シリーズをいっております。まずその3冊シリーズの第1弾は、面白すぎる成功法則と斉藤ひとりさんの本からいってみたいと思います。今日は人が喜んで働くようになる4つ目の条件、人は使命感があると働くというんですが、以前をちょっと思い出すと4つある中の1つ2つ3つをちょっと振り返ってみたいと思います。まずはですね、人が喜んで働くようになる方法が4つあります。1つ目は仕事をゲームにすることと習いましたね。そして2つ目が、人が喜んで働くようになる2つ目の条件は、人は欲しいものがあると働く。そして、3つ目が、人が喜んで働くようになる3つ目の条件、人は祭りがあると働くということにまでやりました。そして今日が、人が喜んで働くようになる4つ目の条件、人は使命感があると働くに入っていきたいと思います。最後の4つ目の条件が、実は一番強いんだよ。人は使命感があると働く。キリストの弟子ってね、キリストのことを布教するために夢中になっていろんなところに行ったんだよ。中には捕まって貼り付けになった人もいる。それでも布教に行くことをやめないんだよ。なぜなら彼らは使命感に燃えていたんだよね。この人の教えを広めたい。この人の教えで人を救いたい。この人に自分を救ってくれた恩返しをしたい。そういう使命感があると、たとえそれで死んだとしても本人にとっては名誉の死なんだよな。俺何も命捨てろって言ってるんじゃないよ。笑い。でもね、使命感っていうのはそれほど強く人間を突き動かすんだよ。人は何かに燃えていきたい。人は何か使命感を持っていきたい。生きていたい。人は何か使命感を持って生きていたい。そう、生きるものなんです。そういうふうに生まれてくるんです。みんなももし、ひとりさんに光を灯してもらったっていう人がいたら、その光を周りのみんなに分けてあげてください。ろうそくでキャンドルサービスするみたいにね。キャンドルサービスっていくら分けても、ろうそくの炎は減らないんですよ。自分の光が半分になることはない。ただ、自分の周りに明かりが増えていくだけです。あなたが明るく光に輝いて、今度はあなたの灯した光が増えて、世の中がどんどん明るくなっていく。これってすごく素敵なことだよね。ゾクゾクするほどの喜びかもしれない。みんな内なる使命感に火をつけて、熱く燃えていくような、今が一番大きな幸せを感じる生き方が、人が一番大きな幸せを感じる生き方が、使命感を全うするってことなんです。ひとりさんの魔法の言葉、人が一番大きな幸せを感じる生き方が、使命感を全うするってことなんだよ、というのを改めて書いてあります。はあ、なるほど。今回のシリーズは、人が働くようになる方法が4つあるというんでね、もう一度繰り返しますと、1つ目は仕事をゲームにすること、そして2つ目が人は欲しいものがあると働く、そして3つ目が人は祭りがあると働く、そして今日を話しました人は使命感があると働くってね、なんか使命感に燃えて働くというか、使命感に燃えて動くと言うんですが、使命感に燃えて燃える。使命感に燃えているという人は、時々出会うことがありますね。やっぱそういう人に出会うとね、もちろんアップしますよね。もしできたら自分がそのように、人が燃えてくれるような、使命感を持ってくれるような、なんかそんな働きというか、動きというか、活動というかね、そんなものをしたいですよね。いや、年をとってもですね、
人に火をつけると、人の中使命、自分の使命感をさらに燃やす、さらに磨く、さらに輝くという、そんな使命感、うん、考えるだけでもちょっとモチベーションがアップしてくるんではないですか。うん、上を。